トナオチャンネルの初のテントレビューに多くのコメントをいただきましてありがとうございました。うちのお客さんをあげて、ここの皆さんこんにちは、アットナオチャンネルのナオです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。1月の末にですね、投稿したネイチャーハイクのデューン 7.6 というテントのレビューを投稿させていただいたんですけれども、そちらの方にコメントをね、非常に多くいただきましてありがとうございました。そのコメントの中にですね、私もちょっと意外だったんですけれども、意外と女性の方が多くいらっしゃって、でしかもテント購入するの初めてなんです、例えば春先にキャンプに出かけたくて、今回ネイチャーハイクのデューン 7.6 購入しましたとか、これから購入したいんですけれども建てられるか、要はテントをね設営できるか心配なんですっていうコメントはね結構多くいただきました。で私はそれに対して、まあ、簡単にね、意外と小型で、メインフレームもね2本しかないので非常に簡単にテントは建てられますよという返信はさせていただいたんですけれども、やはり実際ね、女性の方がこのテントを一人で建てられるかなっていうのは非常に心配だと思います。なので今回はね、ちょっと私の女房ちょっと一緒に行ってもらって、で、まあ、女房に建て方をレクチャーしながら、こうやって建てるんだよっていうのをレクチャーしながらですね、でテントを建てるという動画をこれからちょっと見ていただきたいんですけれども、でその中にですね、やはりいくつか、例えばどれだけ力が必要なのかとか、ちょっとこういう点は女性には難しいので、こういうふうな建て方をしたらいいですよみたいな一応動画になっております。なので、まあ、例えば男性でもそうだと思うんですけれども、初めてテント購入してどうやって建てたらいいのかわからないとか、どんなふうなところを注意したらいいのかなとか、こういうところがちょっと不安だなっていうのを、この動画を見ていただければね、だいたいこういうとこちょっと注意してくださいとか、こういうところをこういうふうに建てたら意外と簡単に建てることができますよっていうお話をさせていただいてますので、まあこの動画ね、ちょっとこれから始まるんですけれども、見ていただけたらちょっとはね、その建てられるかどうかみたいな不安っていうのは少し消えるんじゃないかなと思えるような、一応動画に仕上がってると思いますので、ちょっとね見てみてください。ただしうちの女房ももう本当に初めてテントを建てるというところなので、私が教えながらですけれども、まあ本当に初めてなんで、全くね分かんない状態でテントを建ててますので、ちょっとねこうぎこちないところもあるかもしれないんですけれども、それはそれでね、また初めての人がテントを建てるというところを見て、あ、こんな感じなんだなっていうのを逆に見ていただければいいかなと思います。今回は、まあ、女房が建てていますので、なんかぎこちないなっていうところはあるかもしれないんですけども、ちょっとそのあたりはねお許しください。はい、それではじゃあ動画の方始めていきたいと思います。はい、それではですね、本日もこのデューン 7.6 ですね、こちらの方の設営をやっていきたいと思います。で先ほどお話ししたように、今日は私の女房を連れてきてますので、まあ、女房の方でねちょっと指示をしながら、女性でもできるのかというところのね疑問にお答えしていくと同時に、あと設営の方法ですね、まあちょっとだけなんですけれども、普通の設営の仕方とはちょっと一つね一箇所だけ違うような形で、これだったら女性でもできるんじゃないかなというような設営を今日はやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。まず普通通りに設営をしていきたいと思います。でこれも一番最初ですね、まず順番としては、設営をするここですね、ここを設営しようと思ったらこの辺りですね、ちょっと確認をしてください。で例えば大きな石が落ちてるとか、あとはまあキャンプ場とかだと前のね方がこうペグを抜き忘れてったっていう場合もありますので、
ペグとかが刺さってたりすると、まあ、それが元で怪我をしちゃったり、まあ、テントが破けちゃったり、ね、しますので、よく設営をする場所ですね、確認をしていきたいと思います。で、あとは2番目は風ですね。今日はこっちの方、私の右手の方なんですけれども、右手の方が川になってます。で、川の方向から風が来てますので、一応基本セオリーとしては風上、要は風が来てる方ですね、風が来てる方には入り口を向けないっていうことなんですね。だから入り口反対側、お尻ですね、お尻をこっちに向けて、入り口、出入り口はこちらの方に向けるということになります。逆にこっちから風が吹いてたら、こっち側が風上であれば、こっちにお尻を向けて、こっちが出入り口というふうに一応セオリーということになってますんで、その形で設営をしていきたいと思います。今日はこっちから風吹いてますので、こっちが後ろ、こっちが前ということで設営をしていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあまず袋から出して、でフライシートをね、広げていきたいと思います。で、こうやって今広げたんですけれども、ここですね、ちょっと光っちゃって分かんないかもしれないですけど、ここにネイチャーハイクのマークがありますので、これがデューン 7.6 は後ろ側になります。なのでこっちが前ですね、こっちが後ろということなので、先ほどお話ししたように、今日はこちら側が後ろ、こっち側が前というふうに設定していきますので、これ反対になります。はい、広げました。こんな感じですね。こっちが今後ろになってます。で、こちら側が前という形になってますので、この状態でね、もし風が強い場合は、まあ、後ろこっち側ですね、ペグで止めちゃってもいいかもしれません。ただ今日は風がそんなにないので、このまんまの状態で設営していきたいと思います。はい、それではですね、うちの奥さんですね、初登場かな、まあ、うちの奥さんにちょっとテントを設営の仕方を教えながら立てていきたいと思います。まあ、僕がやってしまうと、まあ、力のね、女性とは全然力が違うと思いますので、まあ、女性の方でもどれぐらいのね、力が必要なのかとか、あとはできるのかできないのかっていうところですね、そういうところをちょっとやっていきたいと思います。まずこの太めのポールですね、これがメインポール、フレームのポールになります。これが2つあります。で、リッチポール、これが天井の一番高いところにこう横にね、渡すやつなんですけども、これが1本あります。まずはメインポールですね、こちらをスリーブに入れていきたいと思います。で、スリーブなんですけれども、今ね、これ 1X2 の映像ですけれども、スリーブこちらを見ていただくと、ここにね、クロスしてます。ここ上と下に。で、これどっちから入れたらいいのかっていうとこなんですけれども、基本的には下から入れた方が私はいいと思います。で、上から入れてしまうと先に上にポールが入ってしまって、まあデューン 7.6 がそんなに大きいテントじゃないので、あんまり問題にならないと思うんですけれども、大きいテントとかだとこのポールがね、邪魔になっちゃって、これが今度通りにくくなっちゃう、下のやつがね、通りにくくなっちゃうっていう可能性がありますので、基本的には下のスリーブから入れてあげるといいかなと思いますので、まずこっち側からですね、まあ、もしくはこっち側から入れてあげるという形になります。で、その次にこっち側から入れてあげるという形ですね。じゃあちょっとやってもらいます。お願いします。まあ、初めてですのでちょっとまごつくこともあると思うんですけれども、許してください。はい、こんな感じでですね、何本かずつこうやってつないで入れていってあげてください。一気に全部ね、伸ばしちゃうと、後ろに例えば
キャンプサイトとかだと隣に車があったり、あとはお子さんとかがねいたりするときにつまずいちゃったり、あとは隣の車に傷つけちゃったりとか、もうもちろん自分の車ですね、傷つけちゃったりという可能性もありますので、必ずね何本かずつこういうふうに入れてあげてください。はい、つなげました。でこれの注意点なんですけれども、これ必ず押し入れてください。引いちゃ絶対ダメです。引くとこれ中でゴムでつながってるんですけれども、ちゃんとがっちり接続部分がつながっていないと、後で曲げるときに折れちゃったり、あとは逆に変なところで曲がっちゃったりという原因になりますので、必ず押して入れる。もし失敗しちゃったと思ったら、逆にこっちに回ってきてこっちから押してあげるという形になります。はい、じゃあ今度こっちお願いします。今スリーブの下側が入ってます。で今度上側ですね、上側を入れていきます。はい、このように今 X の形状ですね、これちょっと分かりますかね、 X の形状で入っています。これでスリーブにメインポールが全部入りました。でここからですね、このポールを弓矢のように作っていきたいと思います。弓のようにね、片方だけまず止めていきたいと思います。ここからね、まあ、メインとなる、まあ、立ち上げという形になっていくんですけれども、まずはここにあります、このグロメットですね、こちらをこのポールの先端、これですね、ここに入れ込んでいきます、ね、じゃあちょっと入れてください。はい、入れました。そうしましたら今度反対側に回ります。で反対側に回って、この同じね、こちらのグロメット、これですね、これを探してください。でこれをここにこの先端を入れていきます。で曲げ方としてはこういう風なイメージですね、弓矢を作るようなイメージで曲げてあげてください。ここにね、あんまりぐちゃぐちゃぐちゃってシワになってるようだったら、ちょっと一回こう引っ張ってあげて、ギュッと伸ばしてあげて、で止めてあげるといいかもしれません。あんまりここがねぐちゃってなっちゃってると、なかなかねうまくいかない場合もありますので、ここのシワは取りながらで伸ばしてあげて、こっちを入れるという形ですね。じゃあやってみてください。はい、できました。こんな感じですね。ちょっとねいびつな形になっちゃってますけれども、今こんな感じで弓ですね、こういう風に弓型にアーチを作って、でこっちはまだフリーの状態になってます。で今ですね、まあこういう形でやってたんですけれども、やり方としてはもし力がねこう腕だけでなんとかしようと思うと結構これきついと思います。なのでまあお腹でもねこの辺に支えてあげて、こういう形でこのテントを引っ張ってあげる、ぐっとで曲げながら、最後のところはどうしてもね力いりますけれども、こんな形でカチッと入れてあげれば、そんなにねきつくはないと思います。はい、こんな感じですね。でここもこうやってちょっといびつであれば直してあげるという形になります。で
ここから最後の立ち上げになってきますので、非常にねメインのところになると思います。あとは、まあ、皆さんがねちゃんと設営できるかなっていうところの一番悩みどころだと思いますので、やっていきたいと思います。じゃあ同じようにこっち入れてください。まずこっちですね、ここのグロメットを止めちゃいます。はい、止めました。はい、そうしましたら今こっちがね、今3箇所グロメットに入ってます。で最後のこの4箇所目ですね、この4箇所目を入れることでテントは立ち上がります。なのでちょっとやっていきますんで、はい、お願いします。まずこのグロメット見つけたら足で踏んどいてください。こんな感じでね、はい。そしたら、はい、持ち上げます。持ち上げたら今度もうちょっと持ち上げてもいい、はい、グッと持ち上げて、そしたらこの状態から今度こっちに持ち替えます。でこのスリーブですね、このスリーブの中にポールを入れていく感じです。無理に立ち上げる必要はありません。こんな風にどんどん入れていってシワが取れてくれば勝手にテントは立ち上がっていきます。はい、入りました。これで完成、まあ完成というかね、立ち上がり OK です。こんな感じになりますね。ここまでだったら多分女性でもおそらくねコツさえつかめば大丈夫だと思います。でこれをこう四隅に広げてあげて、はい、こんな感じで形を整えてあげます。はい、こんな感じでね、今とりあえずこの形で一応整いましたという形ですね。今度リッチポール、こちらですね、こちらをこの天井、ここの部分にやっていくんですけれども、これがやっぱりね女性が一番難しいかなと。なんでかっていうとちょっと高い位置に来ますので非常にやりにくいんじゃないかなというところですね。実際にちょっとやってもらいます。まずこれはこうやって伸ばして反対側からやりますけれども、とりあえず今ここにグロメットありますので、まずここに取り付けてこうやって、で向こう側も同じようにこのグロメットに刺してあげるという形なんですけれども、ちょっとねやっていきたいと思います。はい、グロメットに刺しました。はい、今度こっちですね、今うちの女房は160ぐらいですね、ちょうど160センチぐらいなんですけども、どんな感じになるかちょっとやってみて、はい、届きはしました。でぐーっと曲げてそこに入れて、はい、いいよいいよやるよ、いいよいいよ置いといて。今ご覧いただいたみたいにやっぱりね背が低い方は結構高い位置、これは届くかもしれないんですね。まあこういう状態であればこうやって中入れますので、この辺で取れるんですけれども、どうしてもこの力を入れなきゃいけない位置が例えばちょっと低かったりするともうこの辺なんですよね。結構力を入れるのがすごく大変。コツをつかんじゃえばできるかもしれないんですけども、やっぱ男性でもね結構最初きついかなと思います。ここが多分ね一番女性、あのコメントでもこのリッチポール届きますかみたいなご質問をねいただいたんですけれども、やっぱ脚立が必要かなと、脚立とかね踏み台とか
あった方がいいのかなとは思うんですけれども、わざわざねこれだけのために脚立とか踏み台とかを用意するのもまたあれかなとは思うんで、今日はちょっともう一個ね、先ほど言ったみたいに違う方法で設営をしていきたいと思います。でちなみにあとはこれ、ここですね、上からこのフックバチンバチンちょっと入れてくれる、これ今仮なんでとりあえずここしかやらないですけれども、ここのフック、はい、こんな感じで入れていきます。でフックは上から下です。こっちも上から下、向こうも上から下、全部上から下でフックをかけていった方がかかりやすいと思います。下から上にかけていくとだいたいテンションが上が結構きついんですね。で下の方がまあ見ていただくと分かるかもしれないですけどゆるゆるなんです。なので下の方から止めていっちゃうと今度上が止まんなくなっちゃうっていう可能性もありますので、必ず上から止めてってください。はい、それではですね、またスリーブにメインポールを通した状態に戻しました。グロメット4箇所とも止まってないです。スリーブにメインポール通しただけになってます。で先ほど言ったようにちょっと違う設営方法ですね。でこれは、まあ、男性よりも女性がね少し楽になるんじゃないかなという形だと思いますので、ちょっとまず私がやってみたいと思います。はい、まずはですねこの状態でテントの上に乗っかっていただいて、でまあポールにね足を引っ掛けないように、踏んだりしないように気をつけてください。でそうしましたらこれですね、リッチポール、これをまず片方にね入れました。で片方に入れてしまって、今度こっち側に入れたいんですけれども、こっち側に入れるときにこのままだとね結構リッチポールの長さがあって、このグロメットと差があるんで結構きついんですね。なので自分の足、まあどちらでも構わないです。まあこっちからやってもこっちからやっても構わないんですけれども、このように一回またいでいただいて、足の裏ここですね、ここのところでこう膝の裏で押さえていただいて、でこのまんまの状態で入れてあげるという形になります。俺はこっちやりにくいな、こうだな、私はこっちの方がやりやすいのでこういう形でやります。そうすることでこういうふうに弓矢のようにしなりますので、この状態で曲げてあげて、ここの、はい、入れてあげます。これだと結構楽だと思います、慣れてしまえばね。でこのフックはねまだ止めないでください。とりあえずこのリッチポールだけ、グロメット2箇所だけ止めてあげればいいかと思います。こんな感じで多分設営するときにこっち側がやりにくいなと思ったら、こっち反対側でやっていただければおそらくできるようになると思います。でポイントとしてはここですね、この足、この膝の後ろ側でこのポールを押さえてあげると、でここで曲げてあげる、ちょっとねこのまんまこういう状態で、そうすると女性でも楽に曲がるとは思います。何にもない状態でこうやって曲げようとするとどうしてもこう力こっち抜いた時にまたまっすぐになっちゃうんですね。こうやってこうやって、あ、曲げられたと思ったんだけど、こういうふうに離しちゃうとまっすぐになっちゃいます。なので自分の足こうやって膝の裏使っていただいて、曲がった状態でここを入れてあげると、ここのグロメットね少し立てながら入れてあげると入りやすいかと思います。こんな感じです。こうすることで一番ね高いところにあるリッチポール簡単に入りますので、ちょっとやってもらいます。はい、女性でもできるのかちょっとやってもらいます。
わかりました。さっきより簡単、ね、あの高い位置にあるよりは簡単みたいです、ね、こんな感じでもうリッチポール入れてしまって、であとは先ほどと一緒ですね、立ててあげるという形になります。で最終的にコツとしては、これこうやって立てていくんですけれども、この時にこれ足でこうやって踏んでます。で足で踏んでて、これ腕でなんとかしようと思うと結構力が必要なんですね。なのでこれを体の方に入れてあげちゃう、こっちですね。で体にこういうふうに押し込んであげる。そうすると例えば手離したってもなんとかねこう収まってたりしますので、これがこっちに行ってしまうとまた抜けちゃうので、こういう形で、でグッと体全体で、でここのところに刺してあげるといった形になります。であとはもう微調整ですね、この辺のシワを取ってあげて、はい、こんな形になります。で最終的に先ほども言ったように上からフックをかけていくと、で最後はこのリッチポールのフックですね、ここを止めてあげるという形になります。ここ止まる、なんとか止まりみたいですね。160センチあれば、もうちょっとね低い方だとちょっときついかもしれないんですけれども、ここの中にグッと入ってあげて、ここをグッと下ろしてあげれば、このフックはなんとかいきそうですね。はい、こんな形になります。いかがでしょうか。一応この状態で、例えばさっきこっちから風が吹いてきて、まあこっちが風上なので、ここを後ろにします、こっちを後ろにします、でこっちを前にしますっていう話をしたんですけれども、これデューン 7.6 は完全自立型ですので、極端な話向きを変えることもできます。2人でね、ちょっとやってみます。届く？届く？はい、じゃあぐるっとこうやってこんな感じ。はいはい、いいよ。こんな形でね、2人でちょっとずつ合わせていけば向きも変えることもできますし、1人でも極端な話、まああんまりグリグリやると危ないですけども、こうやってちょっとずつ、こんな形でやってあげれば向きを変えることはできます。はい、中入ってあげても、こうやって持ち上げて向きは変えられます。はい、これちょっと見ていただきたいんですけれども、ここですね、撤収の時にこのグロメットをここから抜くんですけれども、これを抜くときにここを引っ張ってこうやって抜こうとするとグロメットが斜めになっちゃって、この先っちょからね抜きにくいんですね、非常に。なので引っかかっちゃってこうやって、はい、なので抜くコツとしてはこっち側持ってください、内側ですね。この内側持ってあげて少し緩めてあげると簡単に取れます。こんな感じですね、こうやってやってこういうふうに内側から抜いてあげると結構簡単に取れますんで、これはおすすめです。こんな感じで抜けて抜いてあげてください。
はい、本日の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか。デューン 7.6 ですね、1月の末に私のチャンネルでは初めてテントレビューというのをさせていただいて、そちらの方にですねコメントを多くいただきました。でその中で私の目についたのが、やはり初心者の方で女性の方で、これから購入する方もいらっしゃいましたし、まあ、購入しましたよっていう方もいらっしゃいました。でその方たちがやはり同じように悩んでたのが設営できるかなっていうところだったんですね。なので、まあ、今回ね私の女房に手伝ってもらって、女性の方が設営をした時にどんなところが大変なのかな、どんなところが難しいのかなっていうところを私もちょっと学びながら、まあ、女房もね初めてテントを建てたので、もう右も左も分かんない状態でねテント建ててますので、まあ、全くの初心者の方と同じ状態だと思います。でその中で、まあ、女性だったらこういうふうに建てたらいいのかななんていうのも出てきましたので、今回ねそれを動画にさせていただきました。で今回時間の関係で、まあ、ペグダウンとかですね、そういったものっていうのはやれてないので、これからね少しずつ、まあ、私が多少のね経験がありますので、そういったものをもとに、まあ、ペグダウンだとかそういったところ、まあ、あとは撤収ですね、撤収なんかも結構時間かかっちゃいますので、撤収の仕方なんかもね、まあ、デューン 7.6 に関してですけれども、ちょっと動画にしていこうかななんて考えております。で、まあ、テントレビュー自体がですね、私もまだ経験が浅いので、まあ、分かりにくかったりね、ちょっとまどろっこしいなっていうところもあるかと思います。そういったところはですね、もう遠慮なくコメントいただいて、こういうところが分かんなかったよとか、ね、これはこういうふうにした方がいいんじゃないっていうふうに教えていただけましたらね、そこは随時こう改善していきますので、これからもねよろしくお願いいたします。まあ、この動画がですね、まあちょっと分かりにくいかもしれないけども、まあ、初心者の方だとかそういった方たちにですね少しでも役に立てればと思っております。はい、それでは次の動画まで失礼いたします。